マサトですはいえー、クリスチャンですので、えー、最初に、えー、教会に沿った時の宣教師がえー、まあ あコロナ後通じたので、えーまあ、アメリカから日本に帰ってきて、えーえー、もう私が二十歳の時、えー、アメリカの選挙者は、まあ、40代でしたので、今が私が60代でも、まあ、80代ですね。えー、なかなか、えー、これが最後かなという思いもなくもならずで、なかなか、えー、心が動揺しましたけど、えー、寂しいですね。まあ、親も私も兄弟もいつもと 沖縄のトークですのでいつも別れる時には「またね」っていう感じで別れますけど「またね」がないですねそんな感じで、えー、辛い、えーまあ、まあネットがしていますのでいろいろな SNS 等でその情報を共有できますけど、えー、なかなか感情的になりますね、えーまあ、あーパウロがそのあなたたちはもうニュートを見ることないということでそういう もも箇所もありますけど、な、えー、なかなか、えー、人生分からないですね、えー、80になっても元気な方もいるしまあ6050で、えー、亡くなる方もいますので、えー、全てみいに委ねて、えーえー、そのイエス様が私をその酒を飲んでくださった神様の怒りをそして、えー、私はその飲んでくださったイエス様に感謝して私たちにそのまあ あ,あまり好まない相手でも、まあ、許すことそして、えー、神様と共に、えー、精霊に満たされて、えー、神様によってできるということこの YouTube ももう、あのー、私の力では到底無理ですねもう限界オーバーですね、えー、そういうことで、えー、神様に会ってこの働きかどうかわかりませんけど、まあ、続いてることを感謝いたします。 神様に栄光とまた特にウクライナ情勢ですね。去年から少しまたあ、えー、チェックしてからあ、まあ、勉強のつもりで配信させていただきます。えー、神様に栄光ウクライナに栄光ですね。そういうことを思い、えーえー、出されるこの声です。神様に栄光あれですね。神様によって、えー、私はどんなこともできるです。そういう励ましを持ってて、えー、なかなか、えー、迷い出る。<laughs> う マヨイスいですものですけど、えー、感謝いたします。マサーペイスさん、いろいろと織り交ぜていますけどお、神様の栄光あれ。はい、マサーペイス1分間、次の1分間、ゆくとくでお会いいたしましょう。週明けです。パシャンプルジュー、シャロム、シャロム。